おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様にコミュニケーショントレーナーとして一つ重要なお話をプレゼンテーションさせていただきます。よろしかったらお聞きください。この行徳の弁天様はですね、知恵の神様ですので、私にいろんな知恵をですね授けてくださいます。いろいろと考えてこなくてもですね、即興でドドドドドドと弁天様からいいアイデアが吹き込まれますから、どうぞ皆様にそのフィードバックですので神様の声だと思って聞いてやってください。はい、今日はですね、10月は30日日曜日ですね。いい日ですね。今日はこの町の仲間とですね、カラオケ大会をやります。月に2回ぐらいやってます。はい、今日はですね、皆さんね、まあ還暦60を過ぎたらですね、好きなことをやって生きれるのが幸せじゃありませんかというお話をしたいと思います。可能なら好きなことをやって余後の人生を楽しみましょうというお話です。私の場合ですね、好きなことというのは割と人前で喋ったりですね、自己アピールをしたいというのが私の趣味、好きなことなんですよ。でもどうしているかというとですね、作家、本は152冊目を今書いてます。152冊ですよ、今書いてます。 YouTube を毎日こうしてバイリンガルで発信してですね、もう6年目に入りました。これもですね、まあ自己アピールですね。 YouTube にしても作家活動にしてもですね、好きなことをやってそしてお金になるんだから、それに越したことないですよね。サラリーマン時代はですね、いいこともあったけどやりたくないこともやらざるを得なかったです。家族を守るため、生き残るためです。ひどいのはですね、部下をどうやったら上手に辞めさせることができるかというですね、リストラの説得法なんかを外部の企業から教育を受けた時は、その教育を受けながらうんざりしましたね。サラリーマンでも上に立つとですね、可愛い部下を切らなければならない。そのためのですね、言い含める最高のやり方があるんですよ。それをですね教わりました。そういうリストラのこととかですね、まあこれでもかこれでもかって自分たちの会社の製品をですね押し込んで押し込んで、押し込まれた代理店とか卸はですね、見てて気の毒でしたよ。これでもかこれでもかって、これだけ買わないと御社とは取引やめんぞとか言って脅かしてね、まあそれも生きるためには仕方なかったですが、はい、結論、還暦以降は本当にやりたいことをやって半分喜び楽しみながら金稼ぎなさいって話です。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。